こんにちは、シンクと申します。本日3月9日ですね。マリオカート8デラックスのね、追加コース第4弾目でしたっけ、発表されて追加がね、スタートいたしましたね。おめでとうございます。私もね、楽しみなんですよ。まだプレイしてないんですけどもね。新しいね、追加コースね、2タップ増えたのと、あとキャラクターもね、キャサリンが追加されましたよね。キャサリン使うのすごく楽しみでね、私もね、早く使いたいなと思っているんですけれどもね。はい、もうね、皆さんね、触られたんではないでしょうかね。またね、私毎週火曜日にねやっておりますので、その時にね使おうかなと思ったんですけども、ワルイージ、私のところって毎回キャラクターを指定しておりまして、前回ねワルイージだったんですけど、今回のアップデでワルイージのコースがね追加されるっていうのを聞いたんでね、キャラクターはね、そうなんですよ、ラリーとワルイージを交換したんでね、次ねワルイージなんですよね。だからね、また機会がある時にね、キャサリンとかもね使っていきたいなと思います。はい、ということで3月9日ですね、夕方4時半なんですけれども、はい、本日ですね、こちらが届きました。はい、こちらでございますね。3月9日以前には出したらダメですよっていうのもね貼られておりまして、プチプチにくるまれたものがね届きました。そちらはですね、こちらでございます。まあ、全然関係ないんですけど、ファミ通さんのこの表紙ですね、イブですね。本日イブの任天堂スイッチのパッケージ版のね発売日でございます。なのでこの中身はですね、イブちゃんなんですよ。やっと来ましたね。開けていきましょう。いやー、本当にね、インディーズのなんていうの、パソコンのフリーゲームの時代からすごく好きで、ゲームもね、旧作と新作の方とどちらもねさせていただいてたんですけれども、やっとなんかパッケージにもなると言いました。もともとはね、スイッチ、スチームか何かでね、入ってたと思うんですけれども、それがねパッケージになりまして、ということでもうね、買わないとみたいな買わないとみたいになりましてね、ご購入させていただきました。こちらでございます。いや、めっちゃいいじゃん。イブの、限定同梱版のやつですね。いろいろ入ってるやつでございます。レースのハンカチとかキャラクターのブックとかね、ゲルテナのね、あの作品の一部収録が入ってるらしいですね。ようこそゲルテナの世界へということで、うわ、開けんのもったいないけど、ゲームするから開けますゲームするんですよ、するんですよ。このまま新品未開封で置いときたいところではあるんですけれども、もうこれはね、見たくてしゃがなかったんで開けます。よいしょ。いやー、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。あ、ちなみにファミ通さんもね、本日ですね3月9日に発売されておりますのでね、ぜひぜひイブが好きな方は買ってみてはいかがでしょうか。すげー、結構書いてるよ。結構なページ数書いてるよ。ここまでだよね。あ、すごっ。ここか。こっからここまで何ページ分ぐらい？ 5、6ページぐらいイブの話だ。わ、すごい。これちょっと読もう。あ、かわいい。イブちゃんですね。イブちゃんだけ出てるんで。お見せできるんですけども。いや、なんでね、ぜひともね、イブ好きな人にはね、手に取っていただきたい。開けんのが怖い。よし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 。あ、いた。もう一個。外れてくれ。開かない。やばい。引っかかってる。怖いよ。こういう時にさ、あれ欲しくなるね。箱傷つけないヘラみたいですね。よしよし。大丈夫だね。オッケー。お、なるほど。こんな感じか。中身どんなんか気になってたんですよね。よいしょ。あ、すごい、かわいい。はい、こちらですね、アートブックと、中身ちょろっと、あ、すごい、おいでよイブとか書いてる。ちょっとここの位置だったらあれだね。ここですね、アートブック、おいでよイブとか何枚か、ちょっとじゃあね、何枚かアイテムとかですね。あとは、あ、そうなんだ、何々の間とかってあるんだね。はあ、めっちゃかわいい、すごーい。イラストレーターさんの絵だ。はい、いろいろね、あるみたいで、これまたね、改めて見たいと思います。
で、これですね、イブちゃんのハンカチですね。これイブちゃんのハンカチはですね、作中にも出てくるハンカチなんですよ。ネタバレになるんであまり言わないんですけどもね、ぜひともね、あの作中で出てくるハンカチ一体どれなんだろうってね、まだ未プレイの方はぜひともね、やってみてください。私はね、あのどこのタイミングで出てきたかもちゃんと知ってるんですけれどもあえてね、言わないでおきます。で、こちらがね、ソフトですね、イーブーということで、ようこそゲルテの世界。これはどうな、何も入ってないね、何も入ってない感じですね。なんで、プレイするときまでこのままにしておきたいなと思います。いやー、でも本当にね、イブのパッケージが来たのはとても嬉しいですね。もうね、めっちゃ前から楽しみにね、ずっと楽しみに楽しみにしていたので、これはね、やらないと思っておりますので、多分今日やります今日ね、多分ね、やりたいなと、久々にイブの世界に入り込みたいなと思っておりますので、よければね、まだ見たことないよってネタバレ大丈夫だよ、 見たいなって方はぜひともね、遊びに来ていただければなと思います。イブのね、お話なんですけども、基本的には、ホラー脱出ゲームになっておりますね。ホラーの脱出ゲームで、とある美術館、ゲルテナさんですね、ゲルテナのこの美術館に、あの両親と共にね、今ちょうど後ろにも書いてるんですけど、両親と共に、見に見学に来たんですよ。そうそう、あの普通に美術の、 あの作品を見に来たんですけれども、それの時にね、あのフォトした、ね、絵を1枚見たら、またなんかみんながいなくなってしまって、で美術館の世界に放り込まれてしまったというお話からのスタートでございますね。なかなか綺麗に直されないやばい、綺麗に直せないんだけど、はい。でそこからね、あの美術館の世界から脱出するのに、あの宿泊していくというお話でございます。で、ね、ぜひともね、やったことないや見たことないやって方はね、ぜひともね、やってみてほしいぜひともやってみてほしいね。個人的にはですけども、もともとはね、フリーのパソコンのフリーのね、ゲームだったんですけれども、こんな風にね、パッケージ化されるのはとてもね、喜ばしいことですね、私個人的にはですけれども。その他もいろいろね、フリーのね、ホラーゲームで最近ね、Steam とかに入りました。あれもダウンロードにも入ったんだっけな、変えてないんですけども、魔女の家とかね、ああいうシリーズもね、もともと好きで、あの辺もパッケージになんないかなとちょっと思ってるんですけどね、なったら全然買うんだけどなまあ、ダウンロードね、買ってプレイするのもありなんですけどね。まあ、機会があったらあっちも買ってやりたいなと思いますね。いろんなね、作品がね、こんな風にパッケージになったら並べたいなって思うんでね、ぜひともね、楽しみに待っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、ファミ通さんにもね、パッケージでイブのお話が書いてて、でね、こちらのイブのね、ソフトがね、今日届きましたよっていう、まあ、ただそれだけの、購入品と開封と、まあ、お知らせみたいな動画でございました。いかがだったでしょうか。ファミ通、実は買うのね、実は初めてなんですよねよくね、記事はね、読ませていただいて、ネット記事を読ませていただいてるんですけど、ファミ通さんをね、買うことはあまりなかったので、ちょっとね、しっかり読んでみたいなと思ってるね。お、パラノマサイトだ、これもね、気になってるんですよね。どんどん読んだりとかね、したいなと思う。久々に雑誌買ったんじゃないかな、最近ね、買ってないんでね。はい、で、イブもね、ゲームプレイしていきたいなと思います。こちらの動画良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。いつもゲームの実況生放送メインで行っておりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではではまた次回の動画か生放送、もしくはね、こちらの購入品などのね、日記の動画見に来ていただければ大変嬉しく思います。ではでは、またね。バイチャオ。